ございます。エリア奈良県のチャンネルでございます。奈良県のね、住みます芸人とかタレントをね、皆さんの力を借りて奈良県の魅力を発信しようという、試みでございますが、本日はジッテリンジンのね、エナジー西出さんが、新しく始まる番組の入りのね工程に関して、事前にね、ちょっとトレーニングしておこうということで、ちょっと、カシャラジングまで来ております。早速呼びしたいと思います。エナジー西出さん、よろしくお願いします。お願いします。今日エナジー、おすみません、今日はどういった感じで何してんすか、何をしてるんですか。あのね、タレントが体張ってね、今あの頑張ってくれてる中ね、はい、私もやっぱりね、ちょっとでもね、タレントの皆さんに貢献できるようにね、なるほど、自らこう身を挺して頑張ろうという、これが貢献という、そうですね、したいと思います。今日は一体、お願いします。あの4月から FM 五条の方であのラジオ担当させていただくんですけども、あの僕天理に今住んでまして、天理からその FM 五条まで行くのに橿原神宮で20分待って、吉野口で JR 乗り換えで50分待つんです。もう何も調べてもそういう乗り継ぎしかこの乗り継ぎの関係でできないということで、これちょっと隔週で、まあ、月2回なんですけど、どないかなれんかなということで、でこれ面白いと、吉野口から、まあ、FM 五条までは10キロなんですね。橿原神宮から21キロ、これ橿原神宮から毎回ハーフマラソン走ってラジオ出演するやつっていう方がおもろいんちゃう。おー、なるほど。でそれで FM 五条さんの、プロデューサーさんかなりこう言ったら、それも一個企画ですやん、めっちゃおもろいですやん。だから毎月、2回僕担当するときは、橿原神宮前から21キロハーフマラソン走っていくやつということの企画になった。なるほど。それで今日はプレーで、走ってみてどんな道か、あの高低差がというのをこう調べて行こうという日ね。なるほど、はい、本番はだから来週の4月の7日が、一発目のそうです、 FM 五条さんでの出演になりますけども、はい、その1週間前 の、 そうなんです、この4月1日に実際に走ってみてちゃんと、はい、時間通り行けるかなどを検証しようという、そうですね、ようなことってことですね。で勝手にハーフマラソンプレランニングということですね。ちなみにそのハーフマラソンとかで距離20キロあるってことなんですけど、西谷さん日常的に走られたりされてるんですか。日常的に僕、普段は15キロ、16キロなんで、まあ、プラス5と考えればもう全然。なるほど。でフルマラソンももう過去に10回以上走ってますんで、はい、ちなみに記録の方は、去年の、大阪マラソン2019で2時間46分の芸能人1位になった。2時間46分ですか、はい、なかなかですね。そうですね、もうあの走るの普段好きなんで、僕もその奈良、もともと奈良県民じゃないので、今もう去年から奈良県民になって住みます芸人もやってるんで、こう自分で足で街のいいとこ、奈良のいいとこを吸収、そして発信やっていきたいんで。わかりました。じゃあ私は、はい、チャンネルがバズるように。わかりました。バズる雰囲気ありますね。ありますか。あります、今あるとこなのでね、私はあの一応あの彼らの立場的にはあのマネージャーというかね、一緒に頑張っていく人間なんで、自転車でね追走したいと思いますんで、これ後ろ来てくれるんですか。後ろは入ってます。あの JA のヤバいやつ後ろから来てるみたいな感じで、あの止められないですかね。それで中止とかやめてください。あの昨日もお仕事で、あるカメラマンさんの人と一緒になったんですけど、はい、その帽子どこで売ってるんですかって欲しがられました。あのタレントより目立つのやめてくださいね。はい、しっかり色もあの裏方の色にしてみました。大丈夫です。いやカッコで、はい、それじゃあ走っていきましょう。よろしくお願いします。行きましょう。お願いします。というわけで柏原神宮前をスタートします。自転車で追いかけていきたいと思います。あそこで走っております。約1時間で柏原神宮から御所市まで、来ましたということで、天気はなんとか曇りで持っております。いましたね。だんだん温まっていました。足元が個性的ですけども。これマンサンダルって言いまして、はい、人間の本来の走りを取り戻すというサンダル。足、甘えさせない足を作る。なるほど。靴に頼らない。まあ、今はね、厚底の靴とか流行ってますけども、それはもう地面にも設置するのがすごい、そうですね、フラットって感じですね。そうですね。あー、かっこいいですね。ちなみに、はい、
僕に必要なのは分厚いソールじゃなく厚いソール。うまい。じゃあ引き続きお願いします。大淀町に入り五条市に入りまして、今雨が降ってきておりますが、走っております。約1時間20分ほど経った頃です。柏原神宮から約2時間で五条市に到着しました。残りあと5キロぐらいです。はい、というわけで、本日柏原神宮から、奈良ドットじゃないわ FM 五条さんの方までね、ということで FM 五条さんの方はちょっと、ね、濡れた格好で行くのはちょっとあれだなと思って、とりあえずね近くのね金剛の湯というところまで来ていまして、まああのー思想の方は良かったんじゃないかなと思いますが、エナジーさんどうでしょうか。来ていただいてよろしいでしょうか。エナジーありがとうございました。いや、ほんまにこのシャワーラン最高。やっぱこう、もう何も気にせず雨に打たれて走る、もうこれ最高でしたね。21キロ、3時間ぐらいかな。3時間ですね、ちょっとゆっくりめでおさせていただいて。どうですかね、いけそうですかね。いけそうです。本当にあのマッチの感じがめっちゃ良かったですね。やっぱその昔の古道も通れるし、はい、弘法大師さんゆかりの地も回れるし、もうめちゃくちゃいいなと。これもう余計走りたなってますね。あ、よかったです。これはやっぱね、一応仕事をしていただく立場の逆の人間なんで、はい、やっぱりね本人がやっぱこんなんやんしんどいなってなったらね、やっぱりちょっと心苦しいところもあったんで、なんかねこのマイナスに、はい、一つのことでも取るんじゃなくて、こうプラスにやったら、もうこれ言うたら月2回ハーフマラソン走ってラジオで喋ってギャラいただけるって、こんなおいしいことないですよ。そっちに行ったらもうガラッと変わりますね。ずっと駅で待って電車でなんか変な疲れて喋ることもちょっとやっぱこう魂を込められんと思うんですよ。なるほど。でもこうスカッともうハーフマラソン走って、これから4月から、はい、バーッとこう走ってきた感想なりこの良さであったりっていうのを発信して したいなと思います。じゃあぜひ、来週からよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また詳しいコースなどは書いておきます。さよなら。無事に、試走終わりまして、安全面の方も確認できましたので、これより、FM 五条さんでの仕事の際は2時間ぐらいかけて、走っていただくことになりました。よろしくお願いします。